にちは、よろしくお願いします。三枝心さん、はい、太平洋クラブの山口さんです。今日はカメラは三枝心の兄がやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも太平洋クラブさんお世話になってますよね。いつもありがとうございます。三枝さん、ゴルフしてるだけで、はい、会員になったメリットっていうのをいまいち理解してないんじゃないのかと思って、今回はその動画です、うん、はい。僕は気づいたことがあって、やたらポイントが溜まっていくことに気づいた、うん、で、太平洋クラブの山口さんにこのポイントってどういうことなんですかって話を聞くと、ざっと聞くと太平洋クラブのコースは17コース日本全国にある、うんうん、全部回ったらどうやらほぼ10万円くらいのポイントがやってきて、17コースを全部回ると、うん、10万円もらえちゃうみたいな。10万円もらえるから、まあ、割引券みたいなもんですけどね。そうですね、うん、はい。おお、それはお得ですね、うん、お得でしょ。実は僕はもうすぐ17コース回れそうなんです、はい、やりくりしてて。ただその説明を教えてもらってくださいっていうのは、はい、さっき少し話した時に、はい、自分の会員のアプリを見てて、うん、はい、実はポイントとか見たことなくて、生産の時にも書いてあるって言ったんですけどそうだったんだってさっき聞いてて、はい、でアプリ見てると、うん、なんと私も2万5000ポイントも貯まってました。多分6コース7コースぐらい回ってるんですけど、はい、2万5000ポイントも貯まってて、うん、詳しく説明してほしいんですけど、うん、まずですね、こちら太平クラブのメンバーになりますと、はい、こちら、はい、メリットポイントキャンペーンというものにまず参加することが可能です、はいはい、その中にですね4つ大きなポイントを貯める、項目がございまして、まず1点目が生産ポイントですね、はいはい、これは、いつどこで、まあ、プレーを楽しんでいただいても、100円ごとに1ポイント貯まるという、うん、はい、まあ、よくありがちな、うん、はい、1ポイント貯まるというものですね、はい、2つ目がですね、サーキットポイントと、はい、言いまして、これが一番多分ポイントがたまるんじゃないかなと、はい、いうところで、太平クラブ国内17コースございますので、はい、こちらを、全てコンプリートしていただくと、うん、なんと8万5000ポイント、うん、すごい。1コースあたり5000ポイントか。そうですね、はい、そうですね、はい、まず最初の5コース行きます と、うん、その段階で5000ポイントつきます、まず、はい、はい、でそれから6、7、8、9、10とこう続いていくと、まあ、少しずつそうですよね、ポイントが加算されていって、最終的に17コース、達成されますと合計で8万5000ポイント、はい、結構達成される方っていらっしゃるんですか。そうですね、今、現段階で、タイクラブのメンバー様が約1万7500名ぐらいいらっしゃるんですけど、うん、そのうち大体年間で200名ぐらい達成される方がいらっしゃいます。すごい、はい、その年の4月からその次の年の3月までにやらなくちゃいけない。そうですね、はい、1月、12月ではなくて、年度で区切ってますので、うん、毎年4月から、翌年の3月までで、17コースと。なるほど、はい、ぜひ皆さんこのポイントを貯めるのをやってみてください、はいはい、でまだあるんですよね。はい、まだあります。続きまして、平日のコンペポイントというものがございます、うんうんうん、はい、こちらは、平日なんですけども、3組9名様以上の、コンペを、まあ、メンバー様が開催をしていただくと1人につき500ポイント、うん、はい、プレゼントいたします。例えば、5組で20名様のコンペを、まあ、開催をしていただくと、うん、なんと1万ポイント、すごい、申請をいたしますと。すごいですね、これ結構たまりますね、はい、これ結構たまります、はい、特に、はい、平日コンペされる方なんかは、うん、お得感満載です。得ですよね、はい、プレ代も安いしポイントはかなりたまるし、はい、おっしゃる通りです。はい、最後に、はい、すいません、トーナメント観戦ポイントとしまして、うん、毎年太平クラブの6コースで、うん、はい、開催しておりますマランカップ太平洋クラブシニアという、うんうん、はい、まあ、シニアの中でも大きい大会があるんですけども、そちらのトーナメントに、来場していただくと1日につき1000ポイント差し上げますよ。おお、これもいいですね、はい、たまりますよ、はい、これをすごく貯めると、はいはい、商品券に変えれたり、はい、プレーダーに使えたり、はい、
10万ぐらい貯まると本当すごいですね。そうですね、まあ、貯まったポイントを、まあ、適宜こう使っていただいても、うん、はい、1ポイント1円で使えますので、17コースコンプリートされる方はそのサーキットポイントの8万5千ポイントと、あと、まあ、生産ポイント等々を含めて、大体こう10万ポイントぐらいは、はい、あの普通に行ってしまう方がいらっしゃるので、そういう方は、こちらのですね、10万ポイントと引き換えに、TC カード、はい、こちらの、まあ、太平洋クラブで、利用できる、まあ、ご利用券なんですけども、こちらが、10万ポイントでなんと12万円分さらに上がるんですか。はい、こちら今5000円券のサンプルになるんですけど、はい、こちらとあと、1万円券というものもございますので、これを12万円分だいぶお得だと思います。ポイント使わないで貯めるのいいですね。あの10万ポイントまで、貯める自信がある方は、うん、使わない、はい、でもなかったらどんどんちょっとずつ どんどん使った方が、はい、いいってことです、はい。ポイントは2年くらい貯まるんでしたっけ。そうですね、例えば、2017年分のポイントというのは、翌々年2019年の、年度末なので、3月31日まで使えるっていう、なので、最大、メリットポイントはあの有効期限が最大2年ですね、はい、本当に最大の最大です。なるほど、はい、これ全然あの結構貯めることだけ考えたらいけますね。そうですね、あの1年で10万ポイントっていうと、まあね、結構ね、うん、こうハードルが高くなってくるんですけど、うん、あの2年で考えると、うんうん、まあ、あの全然いけない数字じゃないのかなっていう感じですね、うん、あともう一個の国内旅行券っていうのも買えれるんですか。あ、そうですね、はい、こちらは、12万5千ポイントで、はい、うん、2コースございまして、札幌コースの、2泊3日ペアご招待券、うん、であったり、あと、関西3コースの、2泊3日ペアご招待券、はい、すごい、はい、こちらは、まあ、そうです、プレー代とあと宿泊航空券、こちら全てついてこのポイント数ですね。すごいですね、知らなかったです。こんなでも知らない方いっぱいいるんじゃないですかね、もしかしたら。結構ですね、あのポイントがつくことを認識されている方は多くいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、ここまで結構バラエティに富んでるっていうことを認識されているメンバーさんはもしかしたらちょっと少ないかもしれないです。そうですよね、はい、では皆さん、メンバーの皆さんですね、ぜひあのこのポイントを、ね、有効活用していただいて、たくさん貯めてさらにクラブライフを楽しんでもらえると嬉しいです。はい、シャンさん最後、はい、17コース回るためのコツがあって、コツ実はですね、はい、まず軽井沢が11月にクローズになる、で札幌も10月11月に、そうですね、札幌、うん、白川、うん、あと軽井沢は大体11月の下旬から4月の1週目もしくは2週目ぐらいまで、ちょっと雪が降っちゃうと、はい、まあ、プレーできなくなってしまうので、うん、その期間はクローズされてしまうので、うん、そのクローズ期間を考慮して、うん、なるべく早く、はい、この3つをいかに早く制覇できるかと。あと1つ、はい、軽井沢は2つあるじゃないですか、うん、どっちでもいいんですか。どっちでもです、はい、どっちでも大丈夫、はい、なるほど、どちらでも大丈夫です。了解です。じゃあそこがポイントですね、はい、17コース回るためにはそのクローズになるコースも計算しながら日程を組んでいただけると皆さんたまると思います。ぜひやってみてください。ぜひチャレンジしてください。はい、皆さんのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回のコメントは、会員になっている方も見てらっしゃると思うので、会員になって良かったことメリットですね、はい、そういうのを書いてもらえると嬉しいです。じゃあここにお待ちしてます。はい、以上です。